こんばんは。明日は G1 大阪杯です。私の先生とのカウンセラーコラボ番組、毒親育ちさんと毒夫の妻のための競馬教室を今日明日4月3日4日の朝8時から配信しています。今週は都合上水曜日に受けてきました。なのでまだ出走馬も枠順も出ていない時の話です。今回のキーワードはどれをやめるかです。以前も どれをやめるかにこだわって、いい引き寄せを起こしたレースがあります。ナポレオンヒルさんの悪魔を出し抜けという本の第8章に、大小の法則とあります。何かを手に入れるためには、何かを手放す必要がある。この法則を勉強してすぐ、競馬で実践する日が来ました。私には大好きな騎手がいます。一人は競馬を知る遥か前から大ファンの竹豊騎手。 もう一人は大好きなアーモンドアイちゃんの主戦を務めていたクリストフ・ルメール騎手です。ルメール騎手は JRA で一番勝っている人です。強い騎手には強い馬が集まります。毎回ルメール騎手が乗る馬を入れるのか外すのかとても悩みます。大好きなルメール騎手が大好きなディープインパクトくんの子供、里のフラッグくんに騎乗した。 去年のサツキシ馬券に入れるのか外すのかかなり悩みました。里のフラッグ君とサリオス君、どっちを辞めたらいいか。最後の最後、里のフラッグ君を辞めようと決めました。いつも好きなものに執着して辞めることができなくて苦しくなる。でも最初に代償の法則を使うと決めたので、うまく。 諦めることができました諦めるとはマイナスの言葉に聞こえますが語源は明らかに見る競馬は事実を見ること目的を忘れないことこの2つの勉強になりますもし大賞の法則を勉強していない時だったら去年のサツキ賞の馬券は外れてました私の競馬は当てることだけが目的ではありませんでもこうやって 勉強したことを使うと波動が上がるそしていいひらめきが生まれるそうするといい引き寄せが来るということを実感したサツキショウでした明日の大阪杯にも出走予定のサリオス君はこの2着になったサツキショウで大ファンになりましたヒンバ推しの私ですがヒンバとは女の子の馬ですボバ男の子の馬で大好きなのは とです私の大阪杯の馬券もっと言えば今年の春 G1 はどの馬をやめるかが鍵になってきます今回の馬券はギリギリで買うつもりなのでレース後に買った馬券と結果一緒に配信しますね競馬を知らないよというあなたぜひ JRA さんの公式サイトや 他の競馬サイトで馬柱といって馬さんの情報これまでのレース成績など載っているものがあるので1から4番人気でどの馬を外すのか5から9番人気でどの1頭を入れるのか楽しみながら考えてみてくださいね最近レース見てますちょっと慣れてきましたというあなた今回はぜひ スポーツ新聞を買って予想してみてくださいね。今日はこれで終わりますね。波動を爆上げして2連勝。ぜひ応援していただけたら嬉しいです。次は明日の夜8時に来ますね。